一般親衛隊、一般親衛隊、アルゲマイネ・ SS は、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党の親衛隊、SS の内親衛隊特務部隊、SSVT、武装親衛隊、バファン・ SS を除いたすべての親衛隊組織を指す。武装親衛隊員は、軍人扱いで、国防軍軍人が持つ給与支給帳、ソルバッチと、軍歴手帳、ウェアパスを所持していたが、 一般親衛隊員は軍人とは認められていなかったのでこれを承知していなかった。なお親衛隊独ロ部隊 SSTV ははじめ一般親衛隊扱いだったが1938年8月17日より軍人扱いとなった。第二次世界大戦開戦後、独ロ部隊の後を受けて強制収容所の警備に当たるようにな。 ドクロ大隊は1941年4月22日より軍人扱いとなっている。1934年に、新英隊内部に戦闘部隊の新英隊特務部隊、SSVT、後の武装新英隊が創設されるとともに、非戦闘員の新英隊員は、一般新英隊、アルゲマイネ・ SS と呼ばれるようになった。武装新衛隊は、第二次世界大戦中に急増したが、 一般親衛隊の人員数は常に20万人上、ほどであった。1939年12月には、一般親衛隊20万1910人、親衛隊特務部隊5万6546人だったが、1945年3月には、一般親衛隊20万48人、武装親衛隊82万9400人であった。 武装親衛隊の隊員は給与支給庁、ソルバッチを所持し、全員に給料が支払われていたが、一般親衛隊は給与支給庁、ソルバッチがなく、給料は、親衛隊中将以上の階級のものか、上金の隊員にしか支給されなかった。一般親衛隊の非常勤隊員はそれぞれ、仕事を持って、日常生活を送りながら、ナチ党の集会や党大会の時だけ親衛隊の、 制服を着て出席していた。一般親衛隊の隊員は職業を持って空き時間を使って自発的に党活動に参加することを期待されていた。親衛隊は本来は公務員ではなく、ナチ党の構成員だからである。とはいえ一般親衛隊員の多くがナチ党政権下で公務員として働いていたのでそちらの立場から給料をもらっていることが多かった。 一般親衛隊といえば黒い制服が有名である。黒服はもともと親衛隊組織すべての制服であったが、戦闘組織の親衛隊特務部隊や強制収容所勤務の親衛隊独黒部隊はやがて国防軍型の制服を導入しため、黒服を着用しなくなった。そのため、一般親衛隊のみが黒服を着用するようになった。しかし1938年には、 一般親衛隊の上勤隊員の日常、業務制服として、ペールグレーの制服が導入された。上勤隊員は黒服に代わって、これを着用するようになったが、4万人ほどの非常勤隊員にはグレーの制服が支給されず、彼らは黒服を使用し続けた。そのため、かつてはエリートの象徴だった一般親衛隊の黒服も、戦争後期には、 兵役のガルの臆病者の象徴として、笑い者にされるまでになり下がっていたという。階級は、一般親衛隊、武装親衛隊ともに突撃隊、SA の階級が元になっており、基本的に同じであったが、一部だけ名称が異なった。例えば親衛隊二等兵の階級は、武装親衛隊では、SS 室へ、一般親衛隊は、SS マンの階級を使った。 同様に親衛隊一等兵も、武装親衛隊は、SS オバースフツェ、一般、アルゲマイネ・ SS は、SS オーベルマンの階級を用いていた。また、武装親衛隊のみの階級として、親衛隊順位、SS スタームシャーフアラーというものがあった。さらに親衛隊少将以上は、武装親衛隊では、国防軍と同様の階級を用いていた。ただ、武装親衛隊員には、 一般親衛隊員の階級も合わせて授与されるのが通例であった。親衛隊の階級の詳細は、親衛隊階級を参照のこと。一般親衛隊は、武装親衛隊に比べると悪い印象を持たれていることが多いが、国家保安本部、下下タ保、親衛隊保安部、刑事警察といった警察機関を一般親衛隊にし、一つにまとめたものや、 新英隊経済管理本部といったユダヤ人虐殺をはじめとする残虐行為の執行機関が含まれるせいであると思われる。ただし、一般新英隊にも残虐行為に関与していない組織や人はいるし、武装新英隊の中にも残虐行為に関与した組織や人はいるので、一般新英隊イコール犯罪者、武装新英隊イコール勇者のような単純な決めつけはできない。また両者は、 同じ親衛隊組織であったため、完全に分離しているわけでもなく、その区分は曖昧なところも多かった。一般親衛隊の非常勤隊員は、親衛隊不評連隊、SSF ススタンドルとの大隊、中隊、小隊に属し、不評連隊の隊員ごとに行動していた。最初にできた、親衛隊不評連隊は1925年11月9日に、ヨーゼフリートリヒの指揮下に、 ミュンヘンに発足した、新衛隊、第一連隊、1SS スタンドルタである。新衛隊不評連隊は当初、ナチ党の大艦区ごとに置かれた、大艦区新衛隊指導部、ガウ SS ライトンに属していたが、1931年に突撃隊をモデルに、新衛隊上級指導者艦区、SS オバーフデアブリックが設置されると、新衛隊不評連隊はそれに属した。 さらに1932年にはその上に、新英隊集団、SS グラッパが創設され、1933年11月に、新英隊集団が、新英隊上級地区、SS オバーアグブシュネットに改組され、また新英隊旅団、SS ブリゲイドが新英隊地区、SS ップシュネットに改組された。新英隊不評連隊はその下に属した。 したがって1933年11月以降、一般親衛隊は以下のように編成された。親衛隊上級地区、SS オブラブシュネット、親衛隊地区、SS ップシュネット、親衛隊不評連隊、SS フススタンドルタ、親衛隊大隊、SS スターマン、親衛隊中隊、SS スターム、親衛隊小隊、トラップス、親衛隊分隊、シャーン。 新衛隊後、ロッテンである。1934年10月に、小隊は、分隊と統合されて、シャーンが、小隊となり、ロッテンが、分隊となった。さらに、以下の専門職部隊がある。新衛隊機兵連隊、新衛隊通信大隊、新衛隊公兵大隊、新衛隊衛星中隊、新衛隊輸送中隊、新衛隊レントゲン大隊。 新衛隊想定隊である。連隊に所属する一般新衛隊の隊員は連隊番号のエ章を着用した。またカフタイトルの縁取りの色で、所属代隊、第1代隊は緑、第2代隊はダークブルー、第3代隊は赤、予備代隊はライトブルー番号で所属中隊を示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。